絶好のチャンスなんだよ。これこそ褒めてくれた人々を許すよりも、私を罵ったかのように見える人との関係を許す方が、救済の歩幅がものすごく広いわけね。その一歩がものすごく大きいわけですよ。でもその大きな救済の一歩を踏み出すことを受け入れるには、多大な欲を要する。強く望まれなければ、それについての癒し許しっていうのは起こらない。天国のみがリアルで、地獄は幻想だった。たったの一度もその地獄が実際だったことはなかったって知りたい。いじめるもの、いじまれるもの、この構図が一度も引き起こったことがない私たちの単なる妄想、空想だったって知りたい。天国だけがリアルだって教えてくださいって強く求める。多大な欲を要する。感情を抑圧しながらじゃなくていい。どうやって殺してやりたかったか、殺す方法ぐらい思い浮かべることもできるような、憎しみとか怒りとかも出てくるかもしれない。そういうのも抑圧しない中で通り過ぎさせていきながら、でも天国のみがリアルで、それ以外の全てが幻想だった、教えてほしいって望むこと。その兄弟が私をどう見るかによって私の価値が決まるわけじゃないっていう。兄弟が私をどう見るか、どう感じるかによって私が何者かは決まらない、影響されないって。兄弟が私をどんなに非難しても、何罵ったとしても、見下げたとしても、それによって私が神の子である、神からの完全なる何肉声をその神から授けられている、神の愛そのものであるっていう、このリアルは一切歪められない。むしろ自分の知覚は、自分が他者をどう見るか、自分が自分をどう見るかによって自分が誰であるかっていう、その知覚が変わる。そのリアルは変わらないんだけど、神の子であるっていう実在性は全く歪められることはないんだけども、その自分が誰であるかっていう感覚、知覚は歪むことはできる。どうやって？兄弟が私をこう見るから、私の知覚が歪むんじゃない。私が兄弟をどの目で見るか、私が私をどの目で見るかによってのみ、自分が誰か、兄弟が誰かっていうことが、その知覚が起こる。歪むかもしれないし、真の知覚を感じるかもしれない。自分の心次第ですね。これを思い出さなきゃならない。だから兄弟には好きなように肉々しくさせておきなさいってテキストに書いてあるね、どっかに。肉々しいままにやらせておきなさいと。それはコントロールする必要ないです。それを制御してあなたの癒しが加速化されるとかないです。あなたそれによって影響されません。実のところ、それはあなたの心から映し出されています。あなたの心が変化することによって、あなたの癒しが起こっていきます言ってるわけなんで、兄弟が肉々しいとか別に問題にならないです。それがあなたではない、教えてあげる、自分の心に向けて。
それはあなたではない。あなたの真の姿は愛です。肉肉しい言動をしていて、そのままで、それはただの幻想だから。本当は思ってもいないこと、感じてもいないことを、ただこう口から発されているっていう映像が現れているだけ。それはリアルではない。リアルにはならない。でも私が私のためにそれに対して言い渡す必要がある。それをこの状況説明を自分自身に教えるために言い渡す必要がある。それはあなたではない。あなたは愛です。私の代わりに精霊がその上に見てくれている。私はその精霊の正しさを知りたい、受け入れたい。私の中から上がってくる犠牲者、加害者っていう何概念コンセプトっていうの、それは捨てたい。間違っている。正しくありたくない。私は間違っている。精霊の身が正しい。精霊は何て言ってるか、あなたは自我じゃない、兄弟も自我じゃないって言ってる。神が創造なさったままの神の子でしかありませんよって精霊が言ってるので、自分の正しさを捨てて精霊の正しさを受け入れ、それを自分にも世界にも生命する。そこにかかってるね。これは多大な欲が必要だと思う。でも可能です。ただ先もって願望が必要。私は本当に幸せが欲しいって、途切れることのない永遠の幸せ、永遠の愛が欲しい。何にも脅かされない本物の愛が欲しい。それが復活されるんだったら、あとはどうでもいい。燃えるぐらいの願望があれば、私自分が全面的に間違っていて、ってそういう意欲が湧いてくると、もう感情も殺す必要はない。感情も出して、思いも出しながら、全部精霊に、精霊に向かっていくベルトコンベアにただ乗せていくだけで、あの野郎この野郎って、出てくるままに出てこさせて、全部精霊に渡してしまう。でいつか必ず気がつく、ああ、あなたには問題がなかった、あなたには一切の問題がなかった。私が何を見て何を感じるか、何を思うかは私の責任だった。あなたはそのままで大丈夫だった。なぜならあなたは神の子だから。何にも問題がなかったって悟ります。そこに幸せがある、完全なる幸せがある。この地上で最も憎しいやつらを許した時ほど、その感じる愛って凄まじいよ。だから楽しみにしながら、こっからね、許していくわけ。ものすごいご褒美が待ってるから、すさまじいよ。あ、これに浸れるんだったらもう何もいらんわってなる。
何もいらんわ、ああこのままこの体の命どうぞみたいな、何もいらんわってなる。からもう潰してやりたい、殺してやりたい、リベンジしてやりたいって思いが強くて、その非常に強い相手であればあるほど、もう本当に多大な欲を持ってその関係を何精霊とともに見直していく、見つめていくっていうのはね、猛烈なご褒美がその奥に宝箱があるからね、100兆円1000兆円とかの比じゃないやつ、地球中のお金積み上げても全く意味がないレベルの、比較にならないレベルのものすごい宝がそこにある。だからものすごくモチベーション持ちながら取り組んで、取り組んでいく価値が猛烈にある。もったいない、それをね、いつまでも先延ばしするのはもったいない。特別な愛の関係を許すってなかなか難しいけどね、特別な憎悪の関係を許すって、まあそこまでじゃないんだよね。あの野郎この野郎ってやつの方がね、許しやすいですよ、ぶっちゃけ冗談じゃねえよみたいな、俺を殺しかけたなみたいな10針も縫うことになったじゃないかみたいな、そのぐらいされたとしても許しやすいです、特別な愛の関係よりかは。相手を許しているように見えるんだけど、実際自分を許すんだよね。なぜなら夢見るものって一人しかいないので、一つの心なので、夢見るものが夢見るものの分身を夢の中で作り出し、その親指と小指とこうやってこう自分一人でこうやって戦い合わせているわけね。だから自分が自作自演なの、これをチャンバラをやってるわけ、ここで。でこのこっちの右手の5本の指がこの左手の小指をメタメタにして、その何切り刻んだみたいな、ああやられた、小指やられた、なんてことだ、右手のこの5本指目とか言って、こうここで加害者と被害者っていうのはこう一人で夢を見ているわけ、でっち上げてるわけね。でこれと思って、小指と思ってる私が、そのこれが誰か思い出して、あ私の姿か、それは敵ではなくて神の子かって、こう小指側から私がそのこの5本指を許すと、あ私だった、あ私がこれを映し出してたんだ、自分自己憎ゆえにこの加害者被害者っていう演技を展開させて、そのなんていうかな、自分に罪があると思ってるがゆえに、その自分の中にあると思ってる罪を、そのこういう小指とか何 指に投影してたのかって、こう許されるの自分なんや、自分しかやってないから、全部自作自演なんです、本当に自作自演なの。自分を殺したくて自分を憎んでるんで、自分をこの世界に幽閉させて、あのリベンジしてやるって、こういう思いに取り憑かせるような、なんていうの、空想にしがみついてる夢見るものが、決断の場所に戻るのを忘れて、ここになんていうか取り憑かれてるわけね。あ全部自作自演だったっていうのが見えてくる。だから許す相手、許す私とか、この分離が起こってないんですよ、全部自分なんですよ。私っていう心をまやかして、いじめて苦しませて、神から離れたっていう感覚でいさせるための手段として、こういうチャンバラごっこっていうのをずっと捏造し続けてきた、茶番を展開し続けてきた、
他者っていないんですよ。そういう意味では他者もいなければ敵もいないんです。味方もいなければ私しかいないんです。だから許すっていうことは全く損失がないんですよ。自分が許されるわけ。私が何かを許すっていう時、許されるの私でしかないんですよ。マクロの視点から見ると全部わかる。許すことにはメリットしかない。許されるの私だから、許される他者っていないっていうことわかる。加害者は私だったんです。加害者役を演じていた私が夢の中に、なんていうかな、こう指人形みたいにして現れて、それを操作しての私なんです。加害者役私だったんです。だからヒトラー、はい、私はヒトラー、はい、お前らはユダヤ人、ここで殺す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 、あ、殺された、殺す殺す殺された、私がやってるんです。私が神の子を殺したかったので、私が私を殺したかったので、憎んでいたので、ヒトラーみたいなその悪者をでっち上げ、ヒトラーによって殺される者たちっていうのもでっち上げ、ここに加害者と被害者がいる。被害者は被害者ゆえにヒトラーをやっつけてもいいみたいな、何、敵を敵として見てもいいみたいな、こう加害者被害者ごっこ、私が熱をしてたんです。ヒトラーは私だったんです。私のでっち上げだったんです。自己造ゆえです。何もかも自己造ゆえ、自分が足で返したと思った罪がどうにもならないって思った。どんなに謝っても許しを懇願しても許されるはずがない、知ってるって思って、なんてことしてしまった、もう戻れない、冗談じゃない、なんてことやってくれたんだ、自分が憎い、あまりにも憎い、でもこれあまりにも辛すぎるんで責任転嫁した、神に責任転嫁した。よくも私から全てを奪ったな、私が何かやったからといって私から全てを奪ったな、あ、罰を与えに来るな、さては神よ、自己像を神に責任転嫁した。でも、あ、このままではダメだ、神が追いかけてきてしまう、第四分裂、形ある世界、ここに幽閉して、ここに自己像を責任転嫁することにした。全部自己像ですね、自己像ゆえです、何もかも。許される必要があるのは自己像をしている私だけなんです。自分を憎んでしまっている私を憎む必要がなかったんだ、元よりやらかしなかったんだ、精霊からの声を聞いて自分が自分を許す、やらかしてなかった、憎む必要なかった、自分に罰を与える必要なかった、不幸である必要がなかった、じゃあ何もしなくてよかったんだ、あ、幸せでよかった、神に選択しても大丈夫だったんだ、神は怒ってない、私やらかしてないから、自己像をしてしまっている私のみが許される必要がある。